あの、サメの時代は終わっても、カブトガニの時代は来ないよ。やい、アクション、おきておきです。お願いします。さあ、今日語っていく映画は、キラーカブトガニ。これね、まあ、今 B 級映画好きの中では話題沸騰中の作品でね、キャッチコピーが、サメの時代は終わったと。だいぶ強気なキャッチコピーなんですけど、あの、かといってカブトガニの時代は来ないぜ。まあ、数あるモンスターパニック映画と言われるジャンルの中で、今まで誰も手をつけていなかったニューホープ、ダークホース、ダークカブトガニ映画というのが誕生したっていうことでね、語っていきたいなと思うんですけど、まあ、ネタバレありで喋っていくつもりなんで、まだ見てないよっていう人はね、ぜひ見に行ってみてください。まあ、僕そもそもモンスターパニック映画好きで、まあそれこそ有名どころだとね、ジョーズとか、アナコンダとか、まあ去年だとね、ビーストっていう、イドリス・エルバ演じるムキムキのお父さんがバキバキのライオンとステゴロで対決するっていう最高の映画があって、ほぼオロチドッポみたいな。バキガイデンみたいな映画があったんだけど、もうこれビーストも超面白かったのよ。これまでね、そういった、まあ、クマとか、ライオンとか、ヘビとか、でも有名なところだと、まあ、サメね。まあ、サメ映画に関しては、モンスターパニックの中でも、サメ映画っていう一個のジャンルに築き上げてるぐらい有名どころで、まあ、人気な作品だと思うんですけど、今回このカブトガニをテーマに、今まで誰も手をつけてなかったところなわけよ。今まで誰も手をつけてなかっただけなんよ。別にカブトガニがキラー化しても、その手があったかとはならないのね。まあ、正直言うと舐めとったわけ。で、まあ、いわゆる B 級ものとして、でね、悩めてかかっとったんやけど、思ったよりちゃんとしてた。意外と全然ちゃんとしてた。まず物語、ビーチで全裸セックスしてるカップルから始まるんだけど、お茶の間で俺の動画見てるキッズたちごめんな。セックスが何か知らない人はその場でお父さんとお母さんに聞いてみて。人間交尾をまずクラウチングスタートで追っ始めてるわけよ。あれも激しめよ。ごめんな。次から次へとお茶の間に緊張を走らしてごめんな。ならそこに一匹のカブトガニがファーって現れるわけ。何あれ？なんか見てくるんだけど。なら彼氏は、見せつけてやろうぜ。カブトガニプレイみたいになって。ならまあ、彼女はね、もうちょっとごめん、冷めたと。そういう気分じゃなくなった。ならこのカブトガニで遊び始めんのよ。じゃあ見てみろよ。ならまあ、案の定ね、このカブトガニがモンスター化していて、この彼氏の方の顔面にふわっ飛びついて。まあ、エイリアンよね。カブトガニの裏側って結構グロくて、歯のついた吸盤みたいな口がこう、シャーってあるんだけど、彼氏の顔をぐちゃぐちゃにすると、王道よね。イチャコラしているカップルが悲惨な目に遭うという、まあ、これモンスターものに限らずね、まあ、ホラー映画のテンプレっていうのをまず冒頭ぶっ放すと。どうやら、この街にあった原子炉を爆破解体したことで、放射能が海に流れ出ちゃって、その放射能の影響でカブトガニがモンスター化しちゃったっていう背景があるっぽいのね。ほんで、この街に住んでいる車椅子の少年と幼馴染の女の子。で、少年の兄貴の警察官と、この幼馴染の女の子のお母さんの先生と。まあ、この4人が、ま、軸になって物語が進んでいくわけよ。で、中にラデュー。ラデューっていうちょっと学校で若干浮いているね、個性的な子がいて、これラデューっていう少年。まあ、この5人ぐらいが、ま、一面。この5人の RPG なんだけど、まずこの結構人間関係が割としっかりしてて、主人公が車椅子の少年っていうところでちょっと惹かれるわけよ。ほうと。モンスターものっつったらさ、逃げ惑うところがキーなわけじゃん。車椅子の少年がこの襲いかかってくるカブトガニとどう逃げていくのかっていうのがちょっと楽しみだったりすんの。で、幼馴染の女の子、まあ早く付き合っちゃえよみたいな関係なわけよね。で、これ結構ここがまず惹かれるのよ。ほう、なんかおもろい設定だなっていうか、カブトガニがただ人間を襲うだけじゃなくて、人間側にもちゃんとドラマがあるんだと。だからこの車椅子の少年っていうのが、その歩けるようになるために、自作で歩行ロボットみたいなのを作ってんのよ。ガレージみたいなところで。その中でなんかネットで、なんかようわからん、すごい威力のある凄まじいバッテリーみたいなのを買って、バッテリーが多分キーを握ってきそうな感じなのよ。で、俺はまず、この映画、思ったよりちゃんとしてんなと思ったのが、このバッテリー描写で、バッテリーをね、ちょっとこうひねったりしたら、なんかパワーみたいなのがこうビームみたいなんでビュー出んのよ。で、このビーム一連の VFX が結構ちゃんとしてて、すっげえ冒頭にあった原子炉の爆発は笑っちゃうぐらいチープ CG だったのに、このエネルギー描写はすごいかっこいいな。なら前半この人間ドラマは結構長く描かれんのよ。で、その間にこうカブトガニがちょこちょこ人間殺してるんだけど、その、生地ちゃんとしてるもんだから、この人間ドラマのパートが俺はね、退屈で、ちゃんとしてるから、ちゃんと見ちゃうのよ。その、B 級映画であまりにもチープだったら笑いながら見れるし、突っ込みながら見れるんだけど、結構ちゃんとしてる分、ちゃんと評価できちゃうの、自分の中で。だから、ああ、結構長いなと思っちゃって、振りが。学校の授業でのなんか猫の解剖みたいな、ただグロいだけの。
ただ残酷なシーンとかね。キラーカブトガニが霞むほど人間がモンスターやん。で、彼女の作った歩行ロボットでプロムに参戦してよ。で、彼女がおめかししてドレスしてるところにバーって現れてね。はぁ、みたいな。なんか、何ストレンジャーシングス何このジブナイル。このプロムに、まあ、カブトガニが現れ、アビ共感をしていくと。ただこのカブトガニが、結構ちっちゃいんよ、サイズが。割と勝てるのね。主人公たちは結構椅子とかでバンバン殺すんだけど、周りの奴らはもう無抵抗でただ殺されていくみたいな。人間がバカすぎるのよ。まあ、これはもうあるあるじゃん。B 級あるあるじゃん。あ、人間バカすぎんな。この間全く怖くはないと。パニック映画としては正直物足りんよね。期待しとったけどなーって思ったらよ。脱皮して、進化すんの。カブトポスみたいになるのね。てかもうあのカブトポスなのね。実写版カブトポスになるのよ。進化したカブトガニっていうのが、ほんまにいわゆるこう、戦隊ものとか仮面ライダーに出てくるカブトガニ怪人なの。ちゃんと特撮ないよ。こっからキラーカブトガニが始まります。あのね、その、これぐらいのちっこいカブトガニもなんかグレムリンみたいな感じで、なんか酒場で合流しとったり、てかもう、ここグレムリンなんだけど、うん、うん、うん、ってなんか、ちょっと喋るんよ。で、人間の脳をハッキングして、人間を操ったりするの。最高じゃん。あ、その、誰も手つけてないっていう理由だけでカブトガニをモンスター化しましたではなくて、ちゃんとあるんだ。やりたいことちゃんとあった。今作の監督がね、シンゴジラがすごい好きっていう風に言ってる通り、まさにまあシンゴジラだよね。第一形態、第二形態って感じで、このカブトガニも進化すると。例えば第二形態で終わったらシンゴジラではないわけじゃん。やっぱ第三形態、巨大化っていうのが待ってると。ローランド・エメリッヒのゴジラみたいな。その、イグアナが水爆実験でゴジラになりましたみたいな感じで、ちょっとこう社会的な理由から、カブトガニも巨大化してよ。ならここで主人公どうするんと。勝てんよと。ここで車椅子の伏線回収な。主人公その、歩行ロボットを自作で作るぐらいガジェット好きだから、ばっかでかいサメ型のロボットを自作して、ちょけながら、レンチーとか、バッテリー、いろいろーみたいな、あの、普通にちゃんと思んない。普通にちゃんと滑ってる時計制作シーンみたいなのがあって、その間実はクソでかいロボット作ってて、それで立ち向かっていくっていう、もう戦隊ヒーローだよな。懐かしくなる。あ、懐かしい。これを、その日曜の朝見たら戦隊ものだってなるけど、こっちからその、カブトガニが主人公の B 級モンパニ映画見てるつもりだったから、まさかの戦隊ロボで、これは正直ね、まあ、どんだけ口で説明しても、やっぱり見ないと熱さがわかんないというか、まあそうじゃん。おっけえカブトガニをさ、でっけえロボットでぶっ倒すんだぜ。小4じゃん。まあ、いわゆるその、特撮愛に溢れてるわけよ。どうやらこの作品、あの、劇中で一匹も生きたカブトガニを使ってないらしくて、全部人形とか、あとなんか CG とかをちょっと混ぜて、使ったりしてて、エンドロール一番受けたんだけど、そこも本当にもう徹底した特撮愛、クリエイターだなっていう感じがすんの。だから個人的に、やっぱその特撮の部分がすごい良かったから、もっとこう特撮見たかったなっていうか、カブトガニ怪人とお兄ちゃんの対決とかも、もっとちゃんと見たかったなっていう欲もあんのよ。だから、その80分あんだけど、正直80分よりかは長く感じちゃったから、人間パートももうちょっと削ってバカっぽく見たかったなっていうところはあるけど、どちらかというとそのロボット映画の方だったっていうところが最高だったから、まあ2とかもね、やる予定っぽいから、2やるんだったらね、ぜひ見たいし。あとあの、もうちょっとこう、カブトガニの特性みたいなのも活かしてくれてよかったかなっていうか、カブトガニといえば、確かにジュラ紀ぐらいから姿変えずに生きている、いわゆる生きた化石って言われている動物で、カブトガニはあの、卵とかをね、いっぱい産むんだけど、卵もすごい生命力が強いことで有名で、だからそれこそね、あの、リドリー・スコットのエイリアンじゃないけど、その卵ももうちょっとこう、見たかったなとかね。まあ、それは2であるんかもしれんけど、特撮愛はあったけど、カブトガニ愛がもうちょっと、欲しかったな。いらんわ、そんなん。ええんじゃ、カブトガニ。もう、ビジュアルがかっこよくて気持ち悪いからでいいんじゃ。そのカブトガニがどうだろうのディティールなんかどうでもええわ。ごめんなさい、ちょっともうモンスターパニックものにな。こんなディティールだの、うんとのかんとの言うのは分かってないやつよ。いりません、嘘、いりません。なんだろう、ぜひ、キラーカブトガニ、最高だったんで、見た人は感想教えてください。まだ見てないよっていう人はね、まあちょっとネタバレはしてしまったんだけど、やっぱ絵として見たの、一気にインパクトが半端ない作品なんで、ぜひ見に行ってみてください。ということで今回は、キラーカブトガニを語りました。以上、おきとゆきでした。バイバイ。髪切ってさ、コムドットにいたよね、この人。左から2番目の人よね、コムドットの。もうなんか、いや、コムドットが悪いわけじゃないよ。その、俺が、コムドットヘアスタイルだったらもうダメじゃん。だってこれやったらもうコムドットじゃん。すごく気に入ってません、これ。視力悪いからさ、髪切ってもらうときどういう感じになってんのか見えてないのね。
だからそのもうできて、メガネつけて初めてわかるよ、完成が。で、後ろから鏡でパカってやって。いかがですか？あ、メガネどうぞって言われて。ああ。ああ、違う。気に入ってないなぁ。全然気に入らんなぁ、この髪。以上です。